皆様、はじめまして。追っかけ情報局新局員のあこです。今回が初投稿になりますので、はじめに簡単に自己紹介をさせていただくと、私は K-POP、J-POP はもちろん音楽が全般的に大好きなので、幅広く掛け持ちをしているオタクです。自分の体力が続く限り、いろいろなアーティストさんを追っかけして、皆様と情報を共有しながら、楽しく推し活ができたらいいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。今回はジャパンジャムに参戦した感想についてお話ししていきます。配信情報などに関しては、リコさんの動画に詳しく載っているので、この動画では主に現地の空気感であったり、会場の様子などについて自分の感じたことをお話しできたらなと思います。話す内容は大きく分けて3つです。まず1つ目に会場やステージ、当日の雰囲気について。2つ目に衣装やセットリストについて。そして最後に3つ目にステージを見ていた人、周りの反応についてお話をしていきます。まずはじめに会場についてですが、今回開催された場所が千葉市蘇我スポーツ公園という大きな公園で、 JR 京葉線の蘇我駅から歩いて約10分かかる距離にありました。こちら見えるのがエリアマップになります。全部で3つステージがあるんですけれども、スカイステージとサンセットステージが向かい合うような形になっていて、交互にアーティストの方がパフォーマンスをしていくという流れでした。 BE:FIRST さんと SKY-HI さんが登場したのはスカイステージになります。そしてこの2つのステージに比べると小さめなバズステージが少し離れたところにありました。タイムテーブル的にもスカイステージでアーティストの方がパフォーマンスをされてから、サンセットステージで次のアーティストが演奏をするまでの間の時間が5分くらいだったので、いい位置で見るためにも移動をする際に少し焦りました。個人的にはフォーロックも好きなので、演奏の余韻に浸っているとすぐ時間がなくなってしまい、次の方の演奏が始まってしまっていたので、スカイステージとサンセットステージを何回も何回も焦りながら往復していたような記憶があります。会場の全体の雰囲気としては比較的フォーロック好きがたくさん集まったなという印象を受けました。というのも、実はビバラロックにも5月3日そして5月4日と現地に参戦してきたんですけれども、この2日間でかなり多くのフライヤーさんやアウターさん、ベスティさんやアイル・ザ・ショートさんのファンを見かけているので、そことを比べるとやはりジャパンジャムは BE:FIRST を初めて見るという方が多かったのかなと思いました。はい、次に衣装とセットリストについてです。ここが最もお話をしたい部分で、可能であれば1曲ずつ振り返りたいんですけど、確実に長くなってしまうので、もう少しざっくりとした感じでレポしたいと思います。まず BE:FIRST に関してですが、今回がジャパンジャム初出演というのもあって、非常にパワフルなパフォーマンスだったように思います。前日に出演をしていたビバラロックの時と同じセットリストと衣装でしたが、外ならではの開放感に包まれていて、ビバラロックとはまた違う楽しみ方がありました。個人的に印象に残っているのがスマイルアゲイン前のジュノン君の MC です。こうニュアンス的には青空に似合う曲を持ってきましたという感じでお話しして歌に入ってたんですけれども、その日が本当によく晴れていて、まあ、風ももともとは強かったんですけど、スマイルアゲインを歌っている時には少し弱まって心地よい風が吹いていて、まあ、外でしか聞けないような爽やか度がマックスみたいなスマイルアゲインを
聞くことができました。で、ちょうど飛行機とかも頭上を飛んでいたんですけれども、そこがミュージックビデオとリンクしているようにも思えてきて、こう空を見上げながら聞くのが気持ちよかったです。 Don't Wake Me Up もクラップをしている時と手を挙げている時の一体感が最高でした。またビバラロックでは、まあ、ブンブンバックやミリビリであったり、ムーブオンとかブレイブジェネレーションなどのかっこよさがいっぱい詰まった歌と、まあ、ステージ上でのこの暗い感じがすごく雰囲気が良かったですし、まあ、この2日間を通してセットリストに入っている全10曲を 120% 楽しんだような気がします。そしてスカイハイさんはビバラの時には真っ黒なコーデだったんですが、ジャパンジャムの時にはカラフルなコーデになっておりました。本人曰くキャリーパミパミさんを意識したカラフルな衣装と、蘇我公園にちなんだ卑弥呼を意識した髪型だとおっしゃっていました。セットリストに関しては曲自体はビバラロックと同じでしたが、コラボが豪華でした。まずタイガースタイルではジュノンくん、レオくん、そしてアイルザショータさんが登場して完全体でのパフォーマンスをしていました。またダンクではそのタイガースタイルのメンバーに加えて一部の BE:FIRST メンバーが登場して、 BFQ さんも加わったサイファーがかなり豪華で、ダンクのショーケースが行われているんじゃないかと錯覚するぐらいステージ上での盛り上がりがとっても熱かったです。ソータくんのダンスは相変わらずかっこよすぎて、おそらく私の後ろにいた女の子2人組もソータくんのダンスに目を奪われていて、やばいっていうのをひたすら連呼しているのを聞いていました。最後にパフォーマンスが終わった後にステージ上で大の字で倒れ込むような寝転ぶような形で空を見上げていたんですけれども、その顔が大きく横についているモニター画面に映し出されていて、とてもなんというんでしょうか、達成感にあふれているような表情で、そこがすごく印象に残っています。とてもかっこいいエンジン全開みたいなパフォーマンスでした。最後に私の周りで見ていた人の反応について思ったことをお話ししたいです。まず一緒に行った友人が BE:FIRST そして SKY-HI さんを見るのが去年の BMSG フェス以来だったと言っていたのですが、 BMSG フェスの時よりも BE:FIRST のメンバーみんなが堂々としていてかっこよかったと言っていました。あと私は比較的後ろの位置に立ってみんなを見ていたので、その関係か BE:FIRST を初めて見る方が周りに多くいました。その中でもあのダンスうまい子誰だろう、かっこよすぎるとか、めっちゃイケボのあの子なんて名前だろうとか言っていたのを聞きました。この2日間圧巻のステージできっと多くの人の心をわしづかみにした BE:FIRST のメンバーですが、この勢いは2日間だけじゃ終わらないと思っております。今年の夏もすでに出演が決定しているフェスがあるので、それらを通してもっともっとベスティさんが増えると思いますし、それを想像するだけでもめちゃくちゃ楽しみです。以上で今回の動画は終わりとなります。聞きづらい部分や分かりにくい部分があったかとは思いますが、最後まで見てくださって聞いてくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。